こんにちは、シュウです。今回もマリオやってきます。今日でね、このワールド GO を終わらせます。で、今日ね、チビマリオスタートなんだよね。前回チビマリオで終わったんで、いや、いいね、この氷プラスチビ。はい、やってきます。スターコイン逃さないでいければいいかなと思います。そろそろあるんじゃないかなと思います。ここら辺にあんのかな。ちょっとあったね、左側。これ取ります。うわ、マジチビマリオいなくなっちゃった、もう。開始何秒あれ。開始わずか、ほんとわずか 0点、いや 0点は嘘だな、わずか3秒ぐらいで、もうやだ。せっかく、あー、危ない危ない危ない。これ今上にあったね。くそ、マジショックだわ。で、これカメマリオで確か、あ、待って、おー、これ押さないとダメなんだ。押して落ちないようにみたいな、そんな感じでいきます。これダッシュでね、この2マス、1マスのとこあらはいける、マリオあるあるだね。この1マスの空白はこのダッシュでいけちゃうっていう。おー、すげえ。わー、危ない危ない、いきなりどくなんないで。おー、すげえ、今大技見したんじゃない私。あ、この下ありそう。こいつなんかさ、なんかマリオのゲームでこいつってこのニューマリオステージスーパーしかいなくない？なんか他のマリオのゲームでこのな、ヤドカリみたい。あ、ここだここだ、ここカメマリオ必要なんだよね。ちょっと今いないな、カメマリオ。どっかから取ってこようか。とりあえずゴールだね。あ、来た、これ来ました。ここでカメ来れば激アツ。5の C。ここ来てほしいな。いや、でも全然可能性あるよね。洞窟だとなんかカメが出やすくはない。あ、そう。ほら、青、青いいんじゃん。この青カメ。はい。いやー、お、あ、チビ、チビ、やった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 。あ、テンション上がる。テンション上がる、チビは。ただ今私、あ、まあいいか。あ、で、こいつパンチしてもらえないか。おい、来いよ。これなんかさ、1回ぐらい耐えてほしいよね、チビマリオ。あの、ポケモンでいう、踏ん張る的に。おい、あ、あいつ使うのか。あいつ多分戻れば出てくんな。これヒップドロップでも壊せんのかな。多分これ戻ったらあのパンチしてくるやつもいる。あ、いた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 。え、こいつもあれじゃない、このニュースーパーマリオブラザーズしかいなくない、このパンチするやつ。なんか他のマリオのゲームでこいつ見たことない気がする。なんかそうなのかもね。結構このゲームオリジナルキャラって割と多いのかもしれない。うわ、やべ、危ねえ。お前、お、私の宿敵、さっきこいつにやられたからね。こいつに私の大事なチビマリオ。あ、上行ってんじゃん。あー、下にあるな。どうしよう。やばい、危ねえ。あ、待って、これさ、いや、ダメか。ワンチャン跳ね返り、ちょっと大技していいっすか。ふっ、よし、これ今チビマリオだからできたね。今うまかったんじゃない。私結構マリオってうまさを売りにしてやってたつもりなんだけど、いつもコメントで、いや、下手だな、みたいな、言われるんだよね。あ、待って。うわ。これ僕思い出しました。ここにツタあったはず。ここツタあるんだよ、確か。どうしよう。でかくなるか。いや、でかくなりたくないけど、ここにあるんだよね、確か。ちょっと、あれは？よし。で、ここで上にこう開けといて、で、こっからピョンだね。いや、これさ、あるよね。これになんか、いや、チビマリオ強いけど、ちょっと欠点があれだね。なんかスターコンプしてない状態だと、あー、スターが全部取れないみたいな、そういう試験が発生すんな。で、こいつ確か倒しちゃダメなんだよ。危ねえ、倒そうだった。で、おい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 、お前、お前、あ、危ねえ危ねえ。お前、やめろ。お前に休みはねえんだよ。おい、オッケー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 。ありがとう。よし。あと、あ、もうこれ下ゴールじゃない？なんかゴール、あ、ゴールだ。オッケー。いや、今日ついてるな。行くとこに全部この赤ブロックがある。亀欲しいっす。亀欲しいっす。こここそ亀な気がすんな。はい。いやー、フラワーか。まあまあまあ。ないよりは全然あった方がいいんだけどね。で、ここも確かこのパンチングマンに倒してもらったはず。あ、ここそうじゃない？まさしく。で、こいつファイヤーで多分倒しちゃうよね。なんで倒さないように、こう、ファイヤーで倒さないようにして、オッケー、はい、用済みもうね、これは仕事終わったら君は用済みなんですよ。オッケー、ナイス。取って、なん、1個目、さすがに1個目だよね。くそ、ここも隠しゴールあるんだよな。ただ、ここ私結構覚えてるな。いけ！いやー、届かない。でもこれ普通に届くよね。チビマリオじゃなくても。確か届いたはず。ふっ！よし！で、速攻上行くのかな？速攻上。いや、そうだね。速攻上行こう。はい、はい。はい。オッケーナイス。オッケーナイス、ナイス、ナイス、ナイス。で、ここで戻りますと。さあ、いいよ。今日、ノーミスだな、ほぼ。ほぼノーミス。で、行って進んできまーす。で、ここだ、確か。ここ、ブロックあって、解説よ、解説。
で、ここ一見ないように見えるじゃないですか。なんだけど、大きさが1個マリオでかいんだよね。だからしゃがんでやると、おーい、おい、やばい、今日解説だな。今日解説動画見たくなってんな。オッケー、ナイス。で、さ、おー、すごい、入れない。よし。で、ここが多分隠しゴールかな。あれ、あれ待って、ここ3つ目もしかしてある？隠しゴールかなと思ったけど、もしかして3つ目の場所かな。いや、これ音楽がね、ちょっとテレサっぽいよね。テレレ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 みたい。そう、これ。あんまり、あんまり意味ないけどね。いや、これスター、あるかな？これいきなり下がったりするんだよな。で、いきなり上がっていくタイミングでスター取り逃すとかあるかな？右側にいよう。あった！あった！オッケー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 。あ、もしかしてこれ隠しゴールプラス、コインやったんじゃない？これどこに出んだろう？普通に隠しゴールっぽいな。オッケー入ります。ん？どうだろう？ここ普通かな？はい。はい。あ、そうだね。じゃあ普通にゴールします。で、さっきこの上行ったんだもんね。なんで、こっからもう、あとコインもなんもないよね。普通にゴールするだけだから。普通に何も考えず速攻でゴールします。あ、ここにもあのあれなんだ。このテレレレレレみたいな。よし、行こう。今日あと2ステージだね。ここと、ボス行って終わりみたいな。こここそボスパックンじゃなかったっけな。あ、うわ、強制スクロールかな。こっちパックン説を唱えてんだけど、なかなかパックンボスで出てこないんだよね。いい。憧れのポケモンマスターに。お前さ、ポケモン見たんだよね。君に決めた。前地上波で入ってたやつ。そしたらピカチュウ喋ったんでびっくりした。あれ見た人いる？ちょ、ネタバレになるんで、ちょ、見てない人いたら、ちょ、ここでやめてください。ピカチュウ喋って、しかもサトシ一回死んだかんね。あ、いや、汚ねえやつ来た。で、サトシ一回、いや、やばい、ミスった。取りたかった。なんかさ、もう汚ねえやつって思っちゃってるから、避けちゃった。なんか避けちゃった。普通には欲しかったな。OK、ナイス。うわ、ここもチビマ、あ、でもこっちは右側から行けんのかな。お、すごい。スターが連続である。いや、待って、これ早く行かないと取れないんじゃない？やばい、間に合うかな、これ。あ、待って、これ投げんじゃね？よし！よし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 。サトシって何回か死んでるよね、映画で。なんだっけ、ミュウツーの逆襲かな。あれでもなんかミュウの、上行けないんだけど。ミュウの攻撃とミュウツーの攻撃ぶつかり合ってサトシ石化、石化すんだよね。それ以外にもなんかで死んでた気がする。だからやっぱあれなんだね。なんかよくサトシネタとかでスーパーマサラージンって言われてんじゃん。あれ多分本当にそうなんだろうね。だってあいつ知らねえもん、ピカチュウの電撃食らっても何されても。本当に不死身だよね。しかも永遠の10歳だっけ、あの子。オッケー、ナイス。で、飛んで、あ、ここは下行けるね、下。イェーイ。おー、上行けないじゃん。あ、待って、これ、フラワーあるなら、ちょっとストックしときたいな。うわー、違うか。よし、今日のラスト、ラストだけど、この土管ちょっと取り逃してんの気になんな。カメマリオじゃないといけないんだよね。なんかこう、後にしようってなると、結局忘れちゃうとこあると思うんですよ。なんで、後にしようとは言いつつ、ちゃんとしっかり取っときたい気持ちがあるんだよね。なんで、それを忘れないでいきたい。オッケー、ナイス、ファイヤー。あ、やべ、これは、取って右側行けるんじゃない？オッケー、ナイス。いい、順調だね。もう隠しゴールがないってなると、私もうスムーズに行くよ、今日は。今日はスムーズに行く。なぜなら、ちょっと今日は時間がね、なくて焦ってんだよね。で、ここ、あれ来たぞ。バネ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 。よし、ナイスナイス。いいね、今日ノーミスじゃん。って言って、こう、でっかいフラワーもいたはずなんだよな。でっかいフラワーを気をつけていきたい。あ、ここルーレットある、確か。これでカメマリオ取れればマジ激アツ。これ確かルーレットあった、皆さん。ほら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 。で、待って、ルーレット取る前にこっちにスターあったと思うんだよね。違ったかな。わ、カメマリオないのか。スターでいいかな、今日は。わー、あ、でもミニマリオ、あ、待って。これボスミニマリオでクリアするとこじゃない、確か。え、そんな記憶がある。あ、しかもこれ上剣じゃない、あれ、これボスミニマリオでクリアするとこだよね、きっと。え、オッケー、ナイス。これ上あったっけ？右になんかある？あ、いけるね、いけるいけるいける。いや、でも勝てる気しないな、一回で。危ねえ。勝てっかな、ボス。
や、これでキノコ出そうだけど、行くか、このまま。こここそパックンの気がしてきたな。行きます。1回で勝ちます、1回で。いや、これパックンだ、絶対。きたー。これをあいつに似てるね、あの、スーパーマリオサンシャインだっけ、あいつ似てる。で、これどうやってやんだっけ、どうやってやんだっけ、落ちてくんだっけ。あ、待って、これ簡単じゃない。あー、か、顔面でもいいんだ。今ヒップドロップミスったなと思ってたんだけど、あぶねえ。これ顔面でもいいなら簡単じゃない。なんかお腹じゃないとダメなのかなと思ってたんだよ。あ、簡単だ、めっちゃ。あ、それはずるい、それは。え、これさ、下行かないと完全クリアになんないのかな。一応もうワールド7は大砲でいけてるんだよね。え、これどうなんだろう。え、これどうなんだろう。え、やっぱダメなのかな、やんないと。なんだけど、この下が青になってんだよね、ボスステ。いいのかな。え、わかんないな。終わるか、バイバイ。